引きこもり吸血鬼のモンモン第2話に対するネットの感想、反応を紹介していきます。なんだこのオープニング？アイドルアニメになった。完璧で究極なアイドルか。こまりさまフリップサイドだったか。オープニングの映像良いな、てっきりバチバチの戦闘シーンで来るかと思ったら、こまりんにアイドルさせるとは予想外だった。こまりは前世でスクールアイドルだったからある意味想定の範囲内とも言える。今後続々出てくるヒロインたちがオープニングに一人もいねえ。サクナもネリアも出てこないとは。全く他のヒロインが出ないけど雰囲気はバッチリ伝わるオープニング好き。バトルばっかりってのあんまり伝わってないのですが、フリップはずっと変わらず同じテイストの曲作ってくれるから好き。オープニングで孤高の弔いを全く映さなかったのはびっくりした。でもこまりんがやってることは大体アイドルだから正しい気がしてきた。オープニングはネタバレ対策でライブになりました。再来週オープニングムービー変わりそう。月が赤い、暴走が始まる。おみ足ペロペロ剣？おみ足ペロペロ剣欲しい。身内に変態が2人も。ビルがいいキャラだ。青髪メイドに無線で指示されて助けられて、ますますライアーじゃねえか。ビル・ヘイズある意味ジェバンニや姫路白雪より優秀なメイドか。ネタバレになるから言わんけどメイドの特殊スキルもほぼ完全チート。50カ所以上穴掘った後に60カ所以上地雷仕掛けるってすごいけど地雷だけでも良かったのでは、と思ったけどお風呂のあのシーンのためには落とし穴こそ必須だったわけだ。ライアー以上にハッタリが気持ちよく決まってるな。こまりちゃん貧乳だけど無乳ではなかったか。お風呂の中で女の子同士食りっこいいぞもっとやれ。メイド、風呂シーンでこまりの下腹部を揉んでたな。こいつ、できる。こまりんが可愛いだけのアニメ、良いんじゃない？可愛すぎるな。今季最下位なのは間違いない。馬に蹴られて死んだ。ヨハンはこういう役回りか。死に戻りとか、競技はやんねえよな。アクションとかグロのノリが撲殺天使ドクロちゃんだな。それだ。ヨハンってサウスパークのケニーみたいに、毎度死ぬのがお約束のキャラ？そうだよ、毎回出てきたら死ぬ。コマビルの描写がちゃんと進んでてよかった。作画は崩れてるとかじゃないけどさっぱりさせて省エネしてた感じかな。1話と2話で創作感違うから画風の違いだろうね。今週もコマリン萌え萌えだった。来週はシリアス回かな？皇帝がコマリとひっついてるところでビルが面白くない顔してるのとかちゃんと細かくて好き。今後も色々期待できそうね。おっぱいドラゴンならぬロリコンドラゴン。ロリコン部下にロリコンパートナー。このアニメロリコンしかいねえのか。基準までロリコンとはこの国終わってやがる。俺だって幼女にまたがられたい。このアニメ、こまり偏愛者しかいなくねえか。基準よりビルにおんぶしてもらった方が早いのでは。それだと合法にお姫様抱っこができない。今日は豚でもクスノキともりのキャラがメイドの格好してたな。豚レバでもしてたけどティアムーンではいつもしてる。引きこまり主人公がメイドの格好になるロリコンの脳内、豚レバーヒロインがメイドの格好になる、ティアムーンヒロインがメイド、ポーション主人公がロリコンの店のメイド店員になる。原作中、第7部隊がなぜコマリン言ってるかの描写カットしたのちょっとミスかなぁ、と、単純にむさ苦しい部隊に超絶美少女がやってきたからなんだけど、強いと勘違いしているだけでもないってのはちゃんとやっとくべきだったかと。裸エプロン。この程度で光ありとかビビりすぎだろ。最近は厳しいんだな。かえってエッチだ。これ刺す鬼と同じノリで楽しめばいいの？メインはユリよ。恵まれた見た目と正統派声優なのに最後の一行で台無しのヤバいやつ。花江夏樹最低だよ。長男のおかげで正統派と思ってたけどマッシュルとか通り部とかこれ見てるとこっち系の方がむしろ得意な気がする。花江くんは残念イケメンがよく似合う。SAO でも変態だったな花江夏樹。大丈夫だこまり7番対話はやべえやつしかいない。いちごミルクの方程式今後も公式で公開されるらしいな。なんてことを。女キャラの方が多いな。これからどんどん出てくるのか。今のところ獣のおっさんが一番可愛い。こういうドストレートな萌えアニメ最近は逆に貴重にすら感じる。女の子が可愛いことが一番重要なのだ。こまり様はロリでお前らはロリコンそこに何の違いもありゃしねえだろうが。ロリコンと非ロリコンじゃねえか。こまり様言うほどロリ感あるか？胸がないくらいで背はそれなりにあるしな。リーチの趣味でコマリンカッカーシフトになってなるからロリのイメージあんまりなかった。そんなに太いか？クソダサ仮面の人12巻なのにまだいるのか？本当に死んだりフェードアウトしたりはほとんどないからね。幼女ではないだろコマちゃん。ロリではあるが幼女ではない。ロリかどうかで言えばロリには当たるが幼女は違うだろ。そういう表現相応の作画やデザインにしていいんですよしろ。これ実質のんのん日和では？あっちにもコマリストはいたな。のんのんコマリンがロリコンにつけ狙われる。コマモンコマリンがロリコンにつけ狙われる。やはりのんのん日和。コマリストって。ホタルンなのん。急にこれ以上ない答えを出すんじゃない。作中表現と扱い的にはコマちゃんのビジュアルは15にして低学年な血豆体にしておけば齟齬がなくなりますのに。作者もリーチもお気に入りのベリウスくんが可愛いとかっこいいが両立しててそこは素晴らしいね。ベリウス、イッヌ、ケルベロ。名前適当すぎる。適当な名前第1位ベリウス、イッヌ、ケルベロ。イッヌって入れるあたり、ツボの人だよね。テラコマリがまずテラコマルだからな。ダメだった。プロヘリア、ズタズタスキーとかいる作品だし。ズタズタスキー好きだわ。適当な名前すぎるけど。ガンデスブラッド。17ってとりあえず強そうなもの並べときましたかん。でも良いよねテラコマリ、ガンデスブラッド。語感が良い、つい口に出したくなる。一発で覚えられるのは確か。ギャグも色もそこそこで安心して見れる作品だな。足が健康的だな。太くていいね。足アップが多かったけど、足フェチ作品として期待してもいいのか？やはり時代はディビジョンラップバトル。コマリン即興でラップバトルに乗れるとか異世界ディビジョンの支配者なのか？カットされたから書くけど今のラップ野郎は他の奴らにはラップしても無視されるけど、コマリはラップに乗ってくれたので今ので閣下最高ええってコマリのことを気に入った。実質ヒプマイ。昨日もやってたはずなんだがなヒプマイ。原作もコマリ様可愛いだけなの？かっこ可愛い。かっこいい時のコマリン閣下がマジかっこいいよ。全世界が順次コマリンのファンになっていくストーリーだよ。その過程で可愛いもかっこいいもある。ディスガイアみたいなもんだと思って読んでる。日本一ソフトウェアでライターやってたと言われたら信じてしまうかもしれないけど全然関係ないのよね。今後ヒロインがどんどん増えるからそれからの方が面白い可愛い。CV やマミや空なのに IQ が高そうだぞ。つまりアホになる前振り。ギャグものかと思ったら意外とシリアスなお話なのか？ギャグ6割シリアス3割ぐらいの配分。可愛いのと可哀想なのとちょっとかっこいいのと。コマ逆アニメというわけだね。コマリストってそういう意味だったのか。ヨナラーが喜ぶアニメって認識でいい？うん。暗い展開はさっさと終わらせようという気概を感じる。漫画版だといじめっ子の話がめっちゃ長く感じたからアニメだとどうなるか楽しみにしてる。原作1巻相当をコミカライズ3から4巻でやるって普通だぞ。とりあえずもう2話くらいで漫画版は追いつきそうだな。まだそんなところなんだ。原作の刊行ペースが早すぎる。3年前に始まってこの前12巻出たんだぞ。漫画は月1でしかもリーチが出産で休載してた時期あるし。3年前にいじめられたことで暴走して学校でテロした？大体合ってる。冷静に考えたら死んでも生き返るわけだし3年前の事件もリアルで例えると教室でうんこ漏らすレベルのものなのかな。まあ被害者たちも生き返りはしたんだろうな。現実で言うと半殺しと同じだからやっぱアウト。鎮圧に出た70人死んでるので、漏らしてたらそれもう有毒ガス垂れ流しでしょ。魔力が強すぎて制御不能で大量殺戮事件起こしちゃったって感じなのかな。血が苦手なのも引きこもってたのも何かその辺繋がってそうだな。コマリ様はビルがきっかけで能力制御できるようになるパターンかな。小指一本で100人殺したって実は真実だったんか。なんかはったりじゃなさそうだな。ケンシロウじゃあるまいし。最初のボスはいじめの主犯格か。次回はついにバトルに突入か、コマリン閣下の本気が早く見たい。聞きこまり吸血鬼のモンモン第2話に対するネットの感想、反応いかがでしたでしょうか。オープニングがアイドルアニメみたいだった。決闘会だったけど、やっぱりライアーを思い出す。部下も奇獣もロリコンばかりで笑った。次回はシリアス会っぽい。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。